Let me check the stop. This is all we have. This is the last one. Sorry, sold out. Scene 15. What do you like to eat? Do you have any local specialties? We have a very good tuna today. What do you like to eat? Do you have any local specialties?五大宝石って出てきたらね、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイア、まあ、日本やったら真珠、ね、外国、要するに世界的に言うと、アレクサンドライトって言うとよって言われたときに、アレクサンドライトだけは聞いたことがないって言うはずないよ、普通やったら。ね、ってことは、アレクサンドライトを検索してみらな。うんいやうん、じゃなくて、してみてごらんって。今してみてごらん。私がこの話して何日経つかね。あなたに五大宝石って話をしてから。Any desserts? わかんないですけど。うん、そうやろ。Please take your time.今さ、検索したら本当にきれいに出てくるっちゃけんさ。あなたたちはあの調べるさ、術はいっぱい今世の中にも5万台、私たちの頃よりもあるのにさ、その使いこなしてないっていうか、学力と能力の低下はものすごく感じるじゃんね。何やろうかと思わん。なんで2つあるとみたいな。すごい色がいっぱいですね。Do you have a reservation? Your name, please. We've been expecting you.色がいっぱいじゃなくて、どんなに調べたってその2つ出てくるってことは、もともと、いや、そんなとこ目選んでいいや、もう見るところ自体が間違った。アレクサンドライトって検索してごらん、まず。ちょっとバカな人、そこに書いちゃうじゃんと。そう、それこそ。長野所蔵になるも五大宝石、五つ大陸があるっていうのがそれがずっと言うみたいなもんやん。ヨーロッパの話はしよったよ、もう今ね。わかった。ちょっと今、すみません、これ停止したので。だけどそこに書いてある知識ぐらい持っておけばいいわけよ、はい、少なくとも、はい、Your passport, please. The check-in time is 3 p.m. もうその字は見えるように目ば凝らさないかな、もう眼鏡かけなね、はい、その字は見るのにこけーして見ないかんのやったら、うん、それともそんな風にした方がなんか頭良さそうに見えると思ってしようだったらお間違いよ、さ。そう、こげーしてそんな字は見ないかんって言った。そう、もうメガネかけらん。わかった。Any questions? そう、だけあの2色書いちゃった。そう。太陽光線の下と、ろうそくの炎の下では、普通には、要するに、エメラルドと間違えられとったって書いてあった。ってことは、普通に見たら、緑色した。ろうそくの炎の下では、赤く変わるわけ、うん。ってことで、要は、雰囲気によって、時と場合によって、ガラッと雰囲気が変わるっていう意味でね。それと、たまたま本当に、
ロシアでそういう時やったけ、ロシアで流行ったわけよ。大きな国やったけどね、ロシアってね。そういう意思。だけその時の皇帝の名前とかに、即位しんちゃったどうのこうのって感じで、ロシアと関係があるけん、こういう。はい。で、アレキ、アレキって言います。もう略して、よくアレキって言います。これがアレキか。っていうことなんですよ。だけどね、はじめ、あなたはね、年齢がいって、ね、独世間にまみれるんじゃなくって、今新しく、新しい知識というか知らんかったことに、ね、もっと敏感じゃないといいか。そして、知らないことに、知ろうとすることに関して、貪欲じゃないといいか。うん、今までね、わからんならわからんままで済ましてきた癖がついとるわけよ。いろんなことに関して。なんとかなると思うとき。なんともならんとってそれじゃ。自分で身につけたことは、自分で本当に頭に叩き込んだことっていうのは、誰にも盗まれんし、誰にも犯されんって。けど、頭に入れろっていう自分が、意識がない限りは、通過していってしまうと、こうやって。アレキサンドライトっていう言葉、初めて出てきたはずよ。何回もそれ。知ってないと気が済まない体質になってもらわねえかと。うん。じゃないと知識って入ってこんちゃう。ある意味そこは敏感じゃないといかんと。知らないって、あ、自分が知っと、自分がこのことに、このことに関して、お給料をもらっていく、報酬をもらっていくってことは、プロの条件に書いてあったよね。一番最初に。そこ、真摯じゃないといかんわけよ。真摯っていうのは真面目って意味ね。不真面目なんよ。不真面目な体質になっとうとよ。自分自身が。そこに危機感を持たないか。そのことでお給料をもらっていくってことは、当然知っとかないといけない。あ、知らんって焦らないかんだよ。暇さえあればこうやって検索できるわけやない。やろ？五大宝石知っときなさいって、五大宝石って言葉が知っとけって言ったじゃん、ハローが。アレキサンドライトって何回になって当然引かないかんよ。そしたら現物、あとは現物見るっていう努力をせないかんみたい。ね、こんなに努力せんかったら、市場に連れてってもらえんとよ。普通は。それこそあなたが言ったように、大きなところやったら、ね。他にいっぱい優秀な人がおるけん、市場に連れてってもらえんよ、いつまでなっても。ちっちゃいところに入ってきたのは、そういう意味ではあなたが偉いと思うよ。分かっとうよ、分かっとう。だけど、できんのがはっきり分かるっちゃけん。こうやって。で、努力してないっていうのが綺麗に見えるけんね。本当は行かせられんよ、こんな勉強してないのに。行かせるべきじゃない、本当はね。だって見たと分かるせんちゃけん、ほんと。五大宝石って言ってアレクサンドライトとまずは調べとく。じゃあ、現物見らないかんねってことよ。そこまで集中力持って見に行かんと、ただ漫然と、わーってしとこう、どれ、どれ、これ、で、これで、これでした、と、物見さんに行くだけだ。こんなの踏まえとってまだ物見さんならまだいいけどね。じゃあ、この辺で、これ少なくともこれぐらいはしとかんと。それとね、ルビーとサファイアも調べとらんやろうが。ルビーとかサファイアで調べてないやろ。じゃあ、カナさんが言うほど勉強してませんって言ったら、どこが勉強したと逆に。こんなアレクサンドライトって検索してないやん。勉強してないやろ。これがそんなに大変なこと？アレクサンドライトって検索することが。五大宝石ってあるのが一個ずつ調べても5日間でできるよね。私がこの話してから5日以上経ったと思う。ということは、検索力がまずないんだよ。五大宝石では検索したったんじゃん。五大宝石、うん。っていう言葉では検索したったんや。その種類を知るっていう意味ぐらいです、ね。でもこれでさ、お客様にさ、アレキサンドライトの説明できるね。まあ、こう今見ても、緑から赤に。その変化するっていうぐらいしかできない。いや、それでいいやろ。うん。できないですね、というか。調べてごらんなさいって言わな、調べんっていう体質は変わらないやろ。だってこんな出てくるっちゃけん。
宝石面白くない。いや、全然そういうことは思ってない。あ、そう、はい、でも面白くないとしか思えんよ、これやったら。こんな調べんってことは。そう思われても仕方ないです。うん、だから努力して。あとはさ、ね、グラムどれ、キャラいくらぐらいで売買されようとかいうのの相場、動いていくって確かに。今までパールはそんな人気なかったのよ。今、パール、今で人気が出てきたねって。そんな生き物よ。価格は生き物やけど、評価っていうのは変わっていくけど、この知識は変わらんのよ。まずはここは覚えんことには。もう基本の中の基本やけん。で、あなたが調べることでね、これ以上出てこんっていうところの質問があると、ああ、よう調べて、よう質問。だけど、要するに勉強しとったらね、質問が出てくるんよ。普通。質問がない人は勉強しろなんて証拠ない。ただ性格上ね、ただポンポン質問するじゃなくて、ね、ずーっと思考しようけん、あんまり質問せん人おる。だけど、たまに口開く質問がものすごく考えて質問しよう場合。ああ、よう考えて、自分なりに調べようけど、ね、出て、質問というよりも、会話の中にかなり深い思考してるんだなっていう人やったら、安心して任せとかれるって。あと考えよらんもん。ただ質問すりゃいいと思うと。何も考えずにね。それじゃいかん。うん。信用されんとよ、それ。口が軽いだけで。うん。信用されんとよ、本当に。うん。ルビー、サファイアで検索書なんのがなんでわかるかが、自分から選択肢検索したらわかるよ。ルビーとサファイア検索書な。ルビー、サファイア。今もっと丁寧にそこまで書いてくれてもしちゃっちゃいけん。本なくったって今調べられるおかしやって。ね。で、本じゃないといけない分だけ、あ、これは手元に置いとった方がいいなっていうもんだけコピーしたらいいけど、今ほぼね、検索したらそれだけの知識はわざわざ本買わんでも、今いろんな人がその人から書いてくれてもしちゃうよ。今ね、要なんか教育の格差とか言いようばって、いや、そんなことないよ。インターネットを調べれる環境にありさえすらなんとかなるよ。あとは現物をどれぐらい見れるかっていうのはまた別の話だけどね。教育の格差なんかあるもんか。努力、本人の努力よ。